お笑いタレントの有吉弘行47、他3日放送の JFN 有吉弘行のサンデーナイトドリーマー、日曜後 8.00 に出演。キングオブコント2021の優勝者予想が的中した件について、コメントする場面があった。有吉は9月12日放送の同番組で全員見たことあるわ。今回はさすがに。こうなってくると、優勝が難しいよね。ある程度実力が分かってて、ベストの状態だったら、全員が優勝を狙えるって感じじゃない。としながらも有吉の壁でもよく合うじゃない。でもそんな情を入れてもしょうがないですからね。いやー、でも空気階段か、日本の社長か、どうかな、最近、予想が当たる。当たらないって話が大きくなってきたから、もう言うのも嫌なんだけどねと、名言は避けながらも空気階段の名を挙げていた。有吉は本命といえば、本命だったね。一応俺も予言的中っていう話があるけど、こんなのは簡単な予想だったね。俺はネタとかには興味ないんだけどね、そういうのだけは当たっててすみませんね。人の単独ライブとかも行かないし、お笑いのライブも見るの好きじゃないんだけど、ネタ番組もどっちかっていうと、あんまり好きじゃないんですけどと、ぶっちゃけて笑わせる。有吉の壁とかは好きなんだけどね。ガチガチのネタはさ、こっちが緊張しちゃうんだよ。しっかり作ってきたな、頑張れよ。セリフ忘れるなよって心配で笑えなくなっちゃうのよ。まあ、本当に良かったね空気階段跳ねと、優勝を称えていた。有吉はかねてから予想屋として多くの実績があり、最近ではヤヌイチグランプリ2019年ミルキョムウイ、アエレ、イチグランプリ2020年マジケルラムリー、ノナクリスタレ、34、キングオムコント2020でジャルジャル、とズバリ的中させていた。